文化交流課の松本です。しぐれ期の開催についてお知らせします。旧暦の10月はしぐれ月とも呼ばれることから、廃聖松尾芭蕉の命日である10月12日はしぐれ期と言われています。その月命日である11月12日木曜日、芭蕉さんのいとこをしのび、午前9時30分から柘植町の満寿寺でしぐれ期として式典と講演会を行います。なお今年は新型コロナウイルスの感染防止対策を講じて実施します。式典では令和2年度芭蕉王剣詠俳句の特選句が奉納されます。式典終了後の午前10時20分からは記念講演会を開催します。講師は大垣市奥の細道結びの地記念館の学芸員山崎和馬さんで、芭蕉涅槃図の世界と題しご講演いただきます。その他菊や寄せ植えの展示を行います。お問い合わせは文化交流課電話 22-9621、 ファックス 22-9619、 または公益財団法人芭蕉王剣詠会電話 21-4081 までお寄せください。なお参加の際にはマスクを着用するなど、新型コロナウイルスなどの感染症対策にご協力をお願いします。以上、文化交流課からのお知らせでした。